カメラマンをやらせていただく堀川です。よろしくお願いします。で、じゃあ、いいですか？はい。はい、じゃあ、3、2、1。はい、皆さん、こんにちは。阿久津みきやチャンネルです。さて、今日は愛知県の三好カントリークラブに来ております。はい、今週は、バンテリン東海クラシックということで、はい、今日は、みくむさんに代わりまして、私、阿久津みきや視聴者の皆さん、やっと来ました。この時間が全然待っておりません。はい。皆さんこんにちは、堀川みくむチャンネルです。今日はですね、愛知県にあります三好カントリークラブでバンテリン東海クラシック、行われてるんですけど、この動画の前におそらく僕が今週の注目ホール、メインをやらせていただくんですけど、たまにはね、僕のマネジメントばっかり言っても仕方ないんで、プロによっても多分マネジメントっていろいろあると思うんで、はいはいはい、このホールはちょっと阿久津みきやプロに今週の注目ホール、それこそいつも練習ラウンドしてるから分かるよね。分かります。っていう感じで、もう阿久津みきやプロにもバトンタッチ。阿久津みきやチャンネルの時に来ました。視聴者の皆さん。もうよろしくお願いします。はい、ということで9番ホールのちょっとマネジメント、阿久津みきやバージョンでよろしくお願いします。いやー、そこまで語れるかな、はい、自信ないです。まずはじゃあちょっと距離いきます。はい。9番ホール415ヤードパー4。阿久津プロ。まずティーグラウンドから、はい。このね、見た感じのこのアングル。はい、何気をつければいいですか？とりあえずティーショット。はい。やはり右のラフ入れたくない。入れたくない、はい、というのはなぜですか？というのは右に見えますかね。はい。そうです。この林。はい、この林。この林。この林がせり出てるので、こっち側の林ですよね。そうです。向こう側。ティーグラウンドのここじゃなくて、はい、向こう側の右側の林。少し右ピンの時とかね、気になる。せり出てますね。はい。で、あそこのラフが結構例年長いイメージが。はいはい。この右ラフね。そうです。でこれ右ラフが長いということは球は上げること曲げることができない。できない、はい、距離もやっぱ合わせるのが難しいということは、右ラフに入ってしまったらこの向こう側の木がボールとピンの直線に入ってしまうと、まあ、グリーンを狙うことができない、はい、2段目のことを考えた時に、はい、グリーン映りますか？グリーンは、はい、グリーンお願いします。グリーンがなんですけど、はい、まあ、右ラフ入った場合、はい、ここがもうこっちに、あ、左に傾斜してるんだ。こうですよね。はいはいはい。ここがもう谷で、はい、バツバツバツですよね。あ、ちょっとやっぱセンターより左だなっていう時に、はい、グリーン乗せようと思って左にピュー。そういうことね。そういう欲とのね、はい、カットがあるんですね。逆算して考えるとやっぱり、はい、まあ、フェアウェイを受けたらもちろんベストですけど、確かに、はい、まあ、最悪その悪い順番で考えたら、うん、右ラフが一番ダメ。その次はもう左のバンカーラフは OK かな。あ、左のバンカーラフ OK な。これだってアマチュアの方はさ、ティーショット、はい、バーンって見た時にさ、左バンカー大きいなーって言ってちょっと左バンカー逃げようって普通思うじゃん。確かにね、はい、でもやっぱり、まあ、ミキヤとかは右ラフが直線だと、まあ、セカンドショットがグリーンの左に落ちてしまって、はい、まあ、下落ちてしまって、そういうことですね。その先まで考えたゆえの右ラフダメ。これ今のとこいいね。今のとこいい感じ。今のとこいい感じですか？はい、ちょっとバンカーまでが、まあ、280ぐらいあるんで、はい、わかりました、まあ、ドライバーで僕ら入るかなぐらいなんで、うん、ということはティーショットの選択肢はドライバーじゃないっていうのは全然あります、ね、ドライバーもしくはスプーン、うん、はい、はい、でしかもね、さっき三久さんが言ったこの、うん、ティーグラウンドすぐの木、うん、これですね。これはドローボールはちょっと嫌だね。これ、うん、これがすごい厄介なんで、厄介ですね。やっぱりドライバーをやっぱ握るっていうのはちょっと難しかったですね、はい、じゃあちょっと行ってみます、まあ、こんなにねしっかりマネージメントされてるんでね、さぞこのホールはしっかり攻略されるんでしょうね。これ動画撮ってますけど、ボギー打ったらあれお蔵入りです。はい、最近覚えた堀川フェードでいきます。堀川フェードいわゆる、ああね、汚い球。いや、やめてやめて。え、カットです。堀川フェード、先週小野東洋でね、結構手を打って、結構どこじゃないよ、三久保さん、何発打ったらあれね、これじゃあお願いします。お願いします。うん、いいんじゃない、バンカーの左足に飛んでってほぼまっすぐ、まあ、やっぱり右側を警戒するとそういうね球になってしまいますね。はい、先週、小野東洋でパナソニックオープン、はい、ホールインはしましたね。おめでとうございます。で、順位が何位だった？16位タイです。16位、おお、いい位置ですね。最終日ちょっと
出だしアウトでボギーボギーときちゃって、うん、3日目だって12ホール終えてる6アンダーぐらいいってたよね惜しかったですね。なんか常にミキヤは10何位ぐらいにもういるようなね。今年20位以内が5回目ですか。あ、マジで、はい、すごいね。だからあの大体プレイヤーはみんなベスト10計算なんですけど、あ、ベスト20、おかしいなってベスト20が何回とかおかしいな。今年あれですね、ベスト10が2回で、うん、ベスト10に1打届かずが3回あります。いやでも大事だね。三好カントリークラブは、まあ、このホールに限らず18ホールどんな感じですか。いや今アウトずっと回ってきましたけど、はい、やっぱり ほぼ全ホールティーショット気使います。ティーショット気使うんだバンカーはハザードっていうよりは意外とあり、逃げ場、あ、意外と逃げ場なんだ。放物線で引っかかる木とか、はい、空中のね、うん、はい、まあ、そっからのこのグリーン面に狙う左が落ちてるとかね、まあ、結構戦略的だよね。戦略的です ね、 ね、はい、セカンド地点到着しました、はいはい、まずティーショットはファーストカット。ファーストカット、まあもう全然 OK ですね。 OK ですね、はいはい、でスプーンで打つことによって左バンカーはまあ入らないですね。入らないですね、はい、はい、でこれもしも、まあ、これ左行きましたけど、はい、あのこのラインで右に飛んでたとしてもこの木のすぐ後ろじゃなくて結構少し距離があるんで、まあドライバーで打つよりはなんとかできるのかなっていうところですね。で、まあ、ここだとやっぱりコースの左からなんで、はい、さっき言ったグリーンの左がそんなに視界に入らないっていうことじゃないですけど、うん、こうやっぱりこう右に打ち出しやすい、まあ、花道もちょっと、はい、まあ、これちょっとメモ見せてもらうと、はい、メモ見せてもらうと、まあ、グリーンの花道もこれ右サイドのバンカーがあるけど今こうやって狙うから割となんかまっすぐ狙う感じだよね。そうですね、この右サイドからこう狙うと結構グリーン面がバンカーの上でもう少ししか花道がないみたいな、こっちから狙った方がね広く高速グリーン自体を広く見れるかなっていうところではありますね、はい、さあセカンドショットは何ヤードでしょうか。ピンまで180あります。ピンまで180、ピン奥なんで、でちょっとアゲンストで6番で、アゲンストで6番、はい、はい、175ぐらいのキャリーのイメージで、はい、少しやっぱここってフェアウェイがちょうどくぼんでるとこでもあるんでちょっとグリーン面が見えないっていうのはね、そうですね、難しいですけど、はい、その辺の距離感というのはどうやって合わせるんですか。砲台の時はもうやっぱ自分の振り感をしっかり、うん、その短く持つでもいいですし、うん、っていうのと、あとやっぱり目標物ちょっと上に持つのもいいですよね、はい、ピンじゃなくてなんか木の上とか見るのは結構やりますね、はいはいはい、少しピンの右から行きます、はい、右から、はい、前上がりなんであんまり傾斜に逆らわずいきます、はい、前上がり、前上がってない前動画撮られてるから前上がってんじゃないいいドローボール打ったよこれ。どう、今いいんじゃない。もうピンにしっかり打ちます絶好調だね。いや今これの前のホールの230ヤードのパー3ももうワンピンぐらいについてて、あ、はいはい、何この絶好調の要因は先週の予選ラウンドの組み合わせです、うん、先週の予選ラウンドの組み合わせはちなみに堀川みくむ、はい、片山慎吾大先輩食事も夜もずっと一緒で、もうあの1週間一緒でした、ね、あの週は1週間一緒だったねはい、はい、で僕最近ちょっと感じてるんですけど、はい、ミキヤのアプローチの時が右手で素振りする時、ま、左手で素振りする時よく見てますね。これってさ、はい、どういう違いなのかっていうのをやりますか。ちょっとまた次回教えてください。わかりました。すごいくぼんでる、お椀の中みたい。でやっぱりこういった、まあ、三好さんすごいコース綺麗なんですけど、やっぱりくぼんだところって要は球が必ず行き着く先なんで、あんまり良くないラインになったりもするんですよね。そしてでも意外と地面が硬いんですよ。はい、そう、この右手前のバンカーはどうなんですか。わあ、ピンポジションは例えばどこの時は OK、 どこの時はダメっていうの。三越さんにおっしゃった、右の時はもう全然 OK です。はい、ここのこの時、はい、書いて見えますかね。見えます見えます。これはもう全然 OK、 全然 OK、 はい、全然、はい、ただこっちの時左のこの辺ですね、はい、この時はやっぱりさっき言ったね、万が一が、確かにね、バンカーってちょっとね砂を薄かったらね、はい、ホームラン系になったらこれ左サイド大変なことになっちゃうからね。やっぱりまあほぼ×ですよね。ほぼ×ですね、はい、左サイドが
グリーン面、これもう見ての通りこの辺がコブがあってこっち落ちた球っていうのもちょっとありますけど映せますか？練習グリーン行かない、はい、行け行け、はい、左 OK です。まあでも本当もう本当これもう落ちたらもうすぐ落ちるからね。はい、じゃあやりましょうか。はい、完璧でした。完璧です。基本受けではあるんですけど、うん、右の方はかなりここもずっとこう受けてるんで、うん、開きますか。はい、ごめんなさいね、いろいろペンが多くて、うん、こういう風に受けてるんで、まあ、比較的優しいですよね。比較的に優しい、優しい、はい、ここの幅は使えるなって、はい、やっぱ警戒しなきゃいけないのは真ん中左の時、うん、で右サイドっていうのはセカンドショット打つと結構バンカーの真上に来るじゃん、うん、はい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 、そんでもって、まあ、割とこの奥のバンカーにも右のピンだったらさ、うん、行く可能性もあるんじゃない。右ピンの時はどうやって狙ったらいいの？もうセンター？センター、まあやっぱ5ヤード7ヤード左、はいはいはい、ちょうど今仮想カップを置いてるこの辺り、この辺りのピンっていうのは奥は受けてて手前はちょうどこの面から下ってるんで、まあ、大体この辺の奥手前この辺に打っとけば大体まあ大丈夫っていうような安全な、ただ右サイド外したらもうバンカー入っちゃいますけどね。そして180ヤードからこの 1.5 メートルにつけるこの技量、ショットメーカー阿久津、先週も回って思いました。もうバーディーはほとんどねショットで取るね。ありがとうございます、うん、では行かせていただきます。さあこのバーディーパット、皆さん入ればいいね、高評価よろしくお願いします。お、さすがです。え、注目ホールで初バーディー行きました。行きました。やっと何回目か分からないけど、はい、しかもこのコースホールは本当に距離はそんなにないかもしれないけど結構ね難易度のあるホール、ね、そうですね、まあなんかマネジメントしてなんか自分に言い聞かせた感じが素晴らしい。あ、でも大事だね、そういうのありますよね。そうなんで俺もねこの YouTube やっててね結構ねマネジメントを自分で喋ってるけど、それをすることによって意外と自分がね再確認できるというか、はい、それはありますね。そうなんですよ。いや、ナイスバーディーです。ありがとうございました。来ました、これはもういいね数が来るんじゃないですか。皆さん来てほしいな。これもう1000いいねいかなかったらもうあの阿久津美希はちょっと降板です。はい、レギュラー凌介チャンネルになる可能性ありますね。レギュラー交番ですか。はい、来るだろ1000は、ね、来てほしいね。1000は来て、今のバーディーね1000来てほしいね、はい、はい、皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。